皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。ちょっとね、小一時間、アーチャー&ビスしたんですよ。ずーっとね。今回撮影しないで、撮影した動画も出してると思うんだけど、その後ね、撮影一回もしないでね、ずーっとやったんだけど、1時間、2時間、1時間ぐらい、半ぐらいか。やったんですけど、まあ、強いんですけど、1個。アヌビスがやばい。こいつが、ガチやばいことに気づいてしまいました。これさ、アヌビス、マジで、S ランクあるんじゃないか。いや、前回ランキング動画でも話したじゃないですか。いや、ちょっと、まだ使い方がわからないから、この評価だけど、みたいな。話したと思うんですけど、剣士いらんかった、第一。そう、使い方がね、だんだん分かってきたんですよ。S ランクある気がしてる、正直。S ランクある気がしてる。実際どうかはまだ何ともね言い切れないところではあるのかもしれないけど、正直 S ランクあるんじゃねえかって感じ。あそこやるじゃん。ああなるほど、パワーアップする感じか。ちょっとめんどくさいね。ただコウモリ固めは入れてくれたけど、まあさすがにこれ狩られるんで、バットくんね、うん、ちょっと残っちゃうんですよね、やつが。これやつ残るのちょっとめんどくさいなーって感じではあるが、ここを抑えてくれるじゃん。抑えてくれた。OKOKOK。で、もちろんこのバット君も、ここで、活躍してもらってもメタトラいきます。OK、美味しいこれ。その、バルーン多しすぎる。で、ピクドラもいきます。相手、バーメットなんで、最悪ライン下げてもいいんで、ここはね、押しに行きます。あとはスキルさえ打ってくれれば、まあ問題なく、そこやってくれるよねーって感じなんだけど、飛んじゃった。飛んじゃったか。OK。これで相手ワープするしかないでしょ。ワープできるよね、確か。で、後ろ俺クレフラいるんで、いや、クレフラここで止めちゃおうかな。クレフラここ止めして、この位置でライン上上げてもらって、アーチャー止めしてね。ライン上上げて、アーチャー流すじゃん。うん。で、食った、OK。そこも見た、アヌビス。ここでコスト回復できた、取る。アーチャーブッパー。掴んでもいいぞ。あ、強すぎ、マジで。本当にやばい。バット最近超強いんだよね。俺今、優先枠にしてます、バット。強えなって思って。これ、干渉はいけないかな。アーチャーね、めっちゃね、落城性能早い。落城性能すごいんだよね。すごいけど、さすがにいけないか。いや、まあ、アーチャーすごいぞ、これ。いけんじゃね?ナイス!というわけで、突破しました。よかったよかった。コース溜めないで来てよかったね。ありがとうございました。あれ、バファメットってコウモリ固め中。うえ、うまー!マジ?同じぐらい持ってんだけど。うまー!びっくりした。え?バファメットサンダーですね。行きましょう、続いて。再戦受けましょう。いや、ずっとさ、1とか2とかあったからさ、めちゃめちゃ弱いんだけど、多くて、一番多くて20かな。干渉で。だったのが、今30もらった。えぐ。ただ、バフォメットサンドラ強いんで、しかも今、バットゲーが噛み合っただけなんで、そこをちょっと考えなきゃいけないですよね。いやー、サンドラはやれるけど、バフォがやれるか怪しいか。いや、バホはアーチャーでやろう。アーチャーならやれるはず。多分やれる。これ厳選じゃないよね、相手。いや、もう厳選じゃない。普通に。普通のプレイヤー。普通にキャラ付加してるプレイヤーやね。はい、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 はい。あー、ミスった剣士一体。うん、この1コスト使うか迷うな。悟空はまた来たね。うん、ここちょっと上目に置くか。上目に置っとる、これ。チビグリ、チビグリ。ダブルチビグリで、あー、寄っちゃったのよくね、マジで。チビグリ残して、OK。チビグリが残ってんのは、熱い、まだ。さあ、問題はここ。スキル打っ
ったから止まったんだけど、ちょっとキャラ多すぎてだいぶめんどくさいね。まあ、一応これだったらキラー B のバックアタックもできるんで、まだねやれるかな。このチビグリいらんかったけど、タイミング的にはしょうがない。はい、そのあれ何、うええ相打ち、なんか食らった、あちゃ強あちゃ強いね。さあ問題、この後このバフメットマジで無理。おお、剣士がいた、上に、あいたんだ。このバフメットマジで無理なんで、こいつをねどうするかをちょっと考えつつ立ち回らなきゃいけないですよね。まあ前に来るじゃん、それも無理なんだけど。さあ問題はこの後、このシマリスはまず対応するじゃん、アーチャルなんとかして。うーん、キラビアも置きたくないけど置くしかないか。まあ、ここは剣士で対応して、アーチャーで対応して、シマリスはアーチャーで見れるでしょ。いや、これやばいか、やばいね、やらかしたね。まあロボ来たところで移動させられるんで、あんまロボうんぬんかんぬんは関係なかったんだけど、うん、普通にコスト負けしちゃったね。はい、ありがとうございました。点差20ちょいかな、22とか21、これ受けましょう、受けましょうね、再生しましょう。これでね、今のところまだプラスだから、俺さっき干渉したから、これでまた取り返せれば。で、悟空は出てきたけど、まさか、だからキャラ違うから、多分厳選ではないと思うんだ。ただ、バハメツサンドのダブル迎撃を型5でね、だいぶ隙がないから、そう、なんかうまいこと対応できるキャラを引きたい。こっちもバホサンドラ。バホサンドラではあるけど、相手のリーダーバホには勝てないんじゃないか。いや、そんなことないのか。うん、どうなんだろう。ただ壁にならないんだよな、ディケイドが。ちょっと悩みすぎたか。あ、これでいくか。これでいきます。サンドラに有利な赤ずきん。バホメットに対しても追っかけてくれるんで、意外とやれる子なんですよね。バウアウ？アヌビスかわいいな。可愛いし強いし面白いし、まあ最初は間違いなく弱かったんだけどね、強化されてちゃんと強くなった、そんな印象。これ取れると信じてる。 OK で、ここは裏剣取りましょう。さあ、アーチャー、アーチャー、あー、それ取れて戦況なんて取られちゃうんだよね。まあしょうがないんだけど、おどーん、なんか全然違うもんに行くじゃん。何、取れて前にいるから、あ、ドン。なんか全然違うとこ行くんだけど、トレデの周りにいると。そういう感じなんだね。まあ、そこは破壊してくれてる。ほい、ほい、ほい。さあ、スライムとアーチャーで、処理しましょう。魔法じゃないからね。アンチではないんだけど。おーおーおーお、強い。お、強いけど。引っ張られるからすごいことになってる。うん、ほい、ラストスライム、もういいよ、全部使っちゃおう。更新されても大丈夫。問題はこの後だね。それでまあ飛んでくるじゃん。まだこれも処理して、でここも倒しきったこいつ。さあ、かなり嫌がってそうには見えますが、まあそうだよね。さあ、赤月行こうか。もう時間ない。負けはないんだけど、時間的にね。負けはないが現状。さあ、勝ちにもつながんないかなって感じではある、正直。ここ3度で来るでしょ？うん、ナス行くじゃん。さあ、封印も入った。で、これ多分行ってもバフ来るんで、全然関係ないですよね。そうなんですよ。ここ来ても行ってもね、バホ来るんですよ。バホが止められちゃうんですよね。で、多分どうせ移動させるじゃん。で、取れそうではあるが、あー、今のスキルで全部飛んじゃった。残念。そうなんですよね。バホサンドラ硬すぎて、早めに大型を切らせられないとこうなる。
ありがとうございました。はい、それでは続きます。いや、アヌビスめっちゃ使いやすいわ。一瞬の壁にもなるし、この前ビトが対マン勝ったし、やばいし、ゴースト金バッジにも対マン勝ったんだよな。結構やばい。ゴースト金バッジは相手いないないはしたんだけど、アヌビスのあれのおかげで、置物のおかげでダメージをカットしてくれて、そこで勝ってくれたんですよね。これでいっか。アーチャーにはアーチャー、トレードしよう。1対1で、でトレードが欲しい。剣士3置き、3置きだったら足がいないことが多い。下に足切るときはね、上剣士1とか裏技剣士なんだよね。最悪2の場合もあるけど、下の剣士無視。うん、剣士出してもいいことが取れるね。あ、この剣士ミスった。あ、まあいいか、後ろ切るから。もっとねギリギリにしないとこの剣士殴ってくんないんだよね。白、あ、白で鳥で殴ってくれたら100点、殴らない位置だったからダメと。さあここだね。アヌビス飛ばないんだね、邪法で。まあ別に絶対じゃないんだろうけど、飛ぶこともあるんだろうけど、今飛ばなかったね。さあ時間管理、時間管理、ここら辺かな。ワンパンにはされないように気をつけましょう。バルーガーね。でもバルーガーはそんなに困らない。なんでってここ、悟空いっちゃうか。ここもレドがいきます。1分26、この大型2本いればね、2本もいればそもそも止め、2対1できるし、次の大型に対して、ね、抱えなくてよかった。結果論ブルーが来たし、さあ問題はこの後。まあこいつユースケじゃん。もうレドがボコボコだね。やられちゃう、しょうがない。さあここも悟空でパワーアップ狙い。さあアヌビス、アーチャー、アーチャー、アーチャー、裏技剣士で剣士止める。さあアーチャー、ひたすらアーチャー、干渉狙い。さあアヌビスがね、範囲攻撃で上のアーチャーを処理してくれて完全勝利ですね。ありがとうございました。まあ、時間的にもし万が一あれバルガと別の技合わせて大型戦負けたとしても、なんとかなる時間、負けない時間だね。ありがとうございました。さあラストかな、やっていきましょう。いや、アヌビス優秀でしょ、めっちゃ優秀でしょ、すごい使いやすいよ。いや、 S ランクがちょっと、でもともとなんか S ランクかどうかまだ使いやり込み足りてないから言えないなって思って、前回ねランキング A にしたんですけど、ぶっちゃけ S でも間違っちゃいないぐらいのパワー持ってる気がする。待って、これ大型弱え、大型弱いけどいっちゃう。マリオネットで鳥で取って、足？足だね。じゃあ、ここ剣3だね。下は剣士置いても間に合わないんで、ここ剣3にして、第2アヌビスだね。裏技剣士プラスアヌビスかな。そしたら多分大砲打ってコラボ猫出てくる。この大砲打たして、鳥でも取れるし、2コス使わせる。2コス使わせると。悪くないね。後ろはもう長そうか、クレフラ。ワンチャン食えるし、まあ、食えないことの方が多いかもしれないけど、ワンチャン食えるかもよ、で流して、で上のラインアーチャー置いても意味がない。ああ、よかったよかった。魔法でね、まとめて狩られちゃうんだよね。ああ、そういうタイプか。ちょっとめんどくさいの来ちゃったかも。問題が来ました。ああ、最悪、飛ばなかった。ってなると、さらにめんどくさくなってくるな、ここ。さあ一回飛ばしてくれてる。ここは殴らせながらマリオネット処理で確実に魔法をやりきる。ミニレスが邪魔すぎる。いやー、これ守りながら置かなきゃいけないのきつ。もう動くしかないからいきます。で触る、触る、オッケーオッケー、触ったからとりあえずよし。よしなんだけど、これワンチャン負けるんだよね、レドラ弱いから。このキャラマジで弱いんだよね。
負けかけてんのおもろすぎだろ。絶対ダメだろ負けかけちゃ。でしかもこの後さ、まあ、これも来るんだけどさ、俺ヒドラじゃん大型。ラストアヌビス、これ守りで切らなきゃいけないんだよな。ドン、この行くしかないのかこれ。きついなあ。あ、メタドロ。おう、首3回飛んだ。あのさ、あれ強くね、あのオークの裏技。ここはね、よいしょ、しっかり守っていきましょう。守れればよしだから。 OK、 そうダメージ入んなきゃ大丈夫。これ魔法オークなのかな、わかんないけど、オークはねアーチャーからするとマジでめんどくさい。ありがとうございました。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。アヌビスでございまして、いかがでしたでしょうか。今ね、かなりお気に入りで、俺今期、まあキラービートレントやったじゃないですか。あれ以外の子って全部アーチャーアヌビスなんだよね。まあそんなにガッツリね、死ぬほど、ね、数十時間もやってるわけじゃないんだけど、ずっとアーチャーアヌビスでやってる。裏アヌビスでいいんじゃねみたいな。まあトレンドでもいいんだけど、裏と強いし。でもね、アヌビスめっちゃ面白いんだよね。強いし、取り手取れるし、一瞬壁になるし、火力も出るし、一部のキャラタイマーで倒せるし、で対抗あるじゃん。ワイラや、まあアーチャーから別にやれるんだけど、そう、まあ一応ね、やれるし、みたいな。めちゃくちゃ便利。めちゃくちゃ便利です。まあ今回ね、何のキャラをね、使っていこうかまだね、定まってはいないんだけど、まあ裏トレンとか、裏アヌビスかなってぐらいには、アヌビスも評価してます。アヌビスを評価してます。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。